ケイ、お前は竜を殺すのか、竜を殺す剣を手にするのか。貴様の言葉遊びに付き合うつもりはない。準備は整ったのか。直接会って話すそうだ。それ以外は対応しないと言っている。結構だ。日程と場所は？今メッセージが届いたはずだ。指示に従うといい。ではな。致し方なしということか。ここで会えてよかった。俺は数日スターレスを離れることになった。なるべく早く戻る。君のそばにいられぬのは苦しい。どうか気をつけていてほしい。では俺はこれで。行ってくる。ああ、ジース。こっちに顔出してくれるとか、あんたさんほんとマメっすな。おい、上、いねえのか。なんだ、ジョーちゃん、来てたの。いや。今日は少し早いんだね。運営くんならいねえですよ。花の入荷が遅れてるとかでバタバタしてましたわ。あいつ相変わらず段取り悪いな。 K を呼んでこいっつったのに。何？出かけた？数日？ K が？つまり欠勤かよ。オーナーに無断でか？無断ってわけでもねえですよ。今メール届いたけど、有給取得だそうで。シフトの組み替えとか不在時の対応とか、あとステージの予定も書いてありますが。そういや、次は W のショーか。完璧忘れてた。一斉メールですね。俺のとこにも届いてます。指示に抜けはなさそうだ。さすがだな。卒がねえのも腹立つな。なあ、嬢ちゃん、 K が何しにどこ行ったか聞いてねえの？ああ、いいのいいの、知らないなら知らないで。でもさ、分かったら教えてくれない？そういや、渡してなかったよな、俺の名刺。ほい、これ、この番号にさ、かけてきてよ。頼むよ、嬢ちゃんが頼りなの。ケイには内緒で。無駄じゃねえですかね。内緒とか K に通じる気しねえですけど。なんだよ、てめえがチクるってか。生意気言うな、首にすんぞ。こっちはな、てめえらみたいなチンピラの一人や二人いなくなったって惜しくねえんだよ。そりゃ残念でした。今んとこ誰一人辞めさせられてねえわけで、入ったばっかの俺ですらお客さんにボーダーライン越えさせてもらっちゃったし。入ったばっか。ああ、てめえがタイガか。聞いたぜ、弟なんだってな、猫目ってやつの。俺が来た時に逃げ出したやつだよな。うるせえっすよ、あんたさん。兄貴は逃げたわけじゃねえし。
どうだか、今店にいねってのが全てだろう。いいからてめえも兄貴みたいにとっとと逃げ出せっての。逃げてないって言ってんじゃねえか。大体てめえが元凶だろうが。タイガ、やめろって。どうしたんだ急に。邪魔しねえでくだせえよ。今後は一発だけでいいんだ。なんで止めた今後。殴らせてやれよかったんだ。そしたら堂々とクビにしてやれたのに。よ、邪魔しやがって。そういうわけにもいかないでしょう。乱暴なこと言わないでください。はいはい、コンプラコンプラ。おい、何暴れてんだよ。喧嘩？長谷山ぶちのめしてんの？俺も混ぜる。悪くねえな、それ。どっちが先に手出した？なんだよ、まだ始まってねえとかつまんねえだろ。で、お前が巻き込まれてんのに K がいないってことは、本当にあいつ休みか？サボりだよな、サボり。ああ、チンピラばっか集まってきやがる。やだねえ、やだやだ。そうだ、いいこと思いついたぜ。今後俺の代わりにタイガを叩きのめす。え？だからそれはダメですってば。バカだな。ステージでだよ、ステージ。お前らお得意のチームバトル。チーム B でさ、チーム W をさ、軽くひねってやれよ。できるよな？俺たちチーム B にチーム W とバトルってのかよ。バカかて、やる理由がねえよ。それにこの間の公演でヒースが倒れてますし。それがどうした？チーム K との勝負に負けて立場ねえだろ。ん？おめえ返上のチャンスをくれてやってんだ。ありがたく受けろよ。やらねってんならお前キッチン戻れ。キャストでいる意味ねえだろ。やめろ。何言ってんだ。今後は B のキャストだ。てめえにどうこうされる筋合いねえぞ。オーナー命令だぜ。今後どうする？今後はこんなやつの言うことを聞くんじゃねえぞ。でも雇用主は長谷山さんだし、俺の契約はもともとキッチン業務なんだよ。はあ？何言ってんだ、関係ねえだろそんなの。そういうわけにもいかないよ。ああ、でもしょうがねえか。チーム B じゃ W に勝てねえよな、水木。相手は兄貴分だもんな。なんだと、さっきんだてめえ。なんで負けるとか決めつけてんだ。おい水木、やめろ、挑発に乗るな。俺のチームのやつが取られるってのに黙って見てろってのかよ。水木、いいからやめろって。頭に血のぼんの早すぎだろ。お兄ちゃんの言うこと聞けって。水木、ガキにはそれがお似合いだぜ。マジでぶん殴れ。話せこけよ。ガキ何しやがる。いい加減にしやがれ。うるせえ、知らねえバカ。そんなのも避けらんねえのかよクソジジ。噛みつく相手を違うよ。わからねえなら頭が余裕にも程があるぜ。ちょっと兄さん、やめてくだせえよ。相手は身内じゃねえですか。
本気で食ってかかってくるなら相手してやるのが筋ってもんだろうが。水木落ち着けって。黒曜とやり合うなんてバカげてる。バカはどっちだクソったれ。いつまでも俺が下だと思いやがって。決着つけねえとな。うん、殴り合って決着でも構わねえが、どっちも自分の方が上だと思ってるんだろ。バカバカしい。俺に決まってんだろうが。よし、やる気じゃねえか水木。しっかり場を作ってやるぜ。ここはやっぱチームバトルだろ。スターレスらしくな。いいな、黒曜、水木。ステージでたっぷり決着つけろ。チームごとぶちのめしてやる。覚悟しろ、黒曜。相手してやるぜ、水木。てめえのチームとやらを見せてみやる。そうだな。Kがいないと気楽でいいぜ。じゃあ、嬢ちゃん、いつも通り判定は任せたぜ。ジース、今後今日はそっちのショーですな。ああ、本当なら W の単独公演だったのに悪いね。俺はショーが半分で済んで気が楽ですわ。お気になさらず。そもそもあそこでオーナー相手に切れたのがこっちの敗因でしたわ。そういえばそうだった。意外だったよ。ああいう切れ方するイメージなかったから。お兄さんどうかしたの？ああ、兄貴と1年前から連絡取れなくて足取り探してるんですわ。それはごめん、なんか突っ込んだこと聞いちゃったかな。いや別に、どうせあちこち聞き回るつもりだったんで。スターレスじゃ猫目って名乗ってた。スターレスの初期面ですわ。兄貴の行方にオーナーが関わってるらしいのは大体つかめてるんすけどね。それを兄貴が逃げたって言い方したんで、つい。なんでタイガーのお兄さんとオーナーが関係してるんだい？知り合い？知り合いっていうか対立っていうか、黒曜と同じ感じですかね。オーナーが手を回したからこそ兄貴は姿を消した。でもオーナーはそんなこと言ってなかっただろう。言うわけねえじゃねえですか。失踪事件に関与してたとかさ。ちょっと信じられないな。いくらなんでもそれは。もし本当なら警察に届けた方がいい。一般人が手を出すようなことじゃない。警察を動かせねえから自分でやってまして、合法ルートは玉砕済みっすわ。つまり違法な手段を取ってるっていうこと？ははどうでもいいじゃねえですか。金剛も気をつけた方がいいですよ。あいつに利用されたら戻ってこれねえです。君を信用する方が難しいよ。ああ確かにそうかもしれねえですね。でも俺は兄貴を探すだけっすわ。オーナーを信頼してるんすか？雇用主ではあるよ。今のところほぼ正当に扱われてる。ほぼ正当？キャスト業務は契約外なんだ。ああ、そのくらいは許容範囲なんすね。俺にとっては君の方が怖いよ。違法行為かもしれねえですからね。まあ、単なる中二病かもしれねえですけど。タイガー、てめえ風呂をサボってんじゃねえぞ。働け。
いやー、さあせんさあせん。今行くとこでしたわ。おい、コンゴ、何やってんだよ。もう本番始まんぞ。ごめんごめん、水木。ちょっと話し込んじゃって。話してたって感じじゃねえぞ。大河に何癖でもつけられたのかよ。そういうわけじゃ。ただ、意見が合わなかっただけだ。おい、大河。気に食わねえなら俺が相手になってやるぜ。うっそ。遠慮しときますわ。何にでも噛みつく狂犬の相手なんざしてられるか。てめえに言ってねえし。俺には言えねえだろうな。最悪の鐘が鳴り響く前に備えておかねばならない。何？黒煙だ、今後、水木。舞台の幕が開くぞ。そうだった。だから呼びに来たんじゃねえか。行くぞ、今後。そうだね、急ごう。それじゃ、俺たちはこれで。お前たちもフロアに戻れ。そうだな。行くぞ、タイガー。縄張り争いに発展したか。致し方ないといったところか。いらっしゃい。もうオーダーは済んだかい？よう、姉ちゃん、一人だろ。相席させてくれねえか。ああ、カンガ、ここはもういいぜ。俺がいるからよ。いえ、なら少しここにいます。お邪魔かもしれませんが。ボディーガードとして働くってことか。いいね、仕事熱心なやつは出世するぜ。ところでよ、ジョーちゃん、今回のチーム対決どうよ。俺なんかもう飽きちゃってさ。やっぱパフォーマンスとかつまんねえな。リング用意して殴り合わせた方が分かりやすいんだけどさ。金にならねえんだよ、金に。そういうの求められてねえっていうかさ。どうした、嬢ちゃん、おとなしいじゃないの。え、気になることでもあるのか。俺はな、俺でも女性には親切なんだぜ。何でも相談してみなよ。いいこと言ってやるからさ。あれ、そんな質問でいいのか。いや、人がいいね、嬢ちゃん。もっと自分のこととか聞いた方が身のためだったのによ。猫目ってのはこの店のオーナーが俺に変わった時に出て行ったキャストだよ。俺が気に食わなかったのかもしれねえな。けどま、しょうがない。気にしてもない。俺としちゃチンピラが一人減ってくれたってだけのことだ。少なくとも今どこにいるかは知らねえな。興味もねえし。だいたい自分で出て行ったんだぜ。なんで俺が責められなきゃなんねえの。こっちからすれば連絡なしに辞められた。迷惑なこった。ま、探したけりゃ方法を教えてやれるかもしれねえが。教えてほしかったら俺のお願いを聞いてくれねえとな。なに、エロとかじゃねえから安心しな。前にも頼んだろ、名刺渡してさ。ケイの動向さ、ちょっと教えてくれりゃいいんだって。悪いようにはしねえよ。オーナーとして店の状況を知りたいだけだ。ついでに
ケイに味方してるのが誰だかきっちり分かりゃ言うことねえな。そうだ、ジョーちゃん、いいこと思いついたぜ。あんた、ケイから俺に乗り換えたらどうだい？そうだな、俺の秘書になるとか。今だって実質俺が保護者みてえなもんだろ。部下になったら確実に守ってやるし。オーナー困ってますよ。なんだよ、邪魔すんなって。一応ボディーガードなんですよね、俺。店内限定の。なので割り込みました。でもこの店内限定ボディーガードって一体何なんですか？説明いるの？めんどくせえな。まあサービスしてやるか。つまりだ、店の外はいろんな協定でまあ均衡を保ってるわけだ。どこも抜け駆けを許さないってわけ。これも俺の努力の賜物だぜ。けど店の中はうちのテリトリーだから、この協定がないわけよ。その上、店には俺の言うことを聞かねえチンピラたちがはびこってる。何が起こるか分かんねえだろう。だからさ、お前がボディーガードなわけ。分かるような分からないような。ただオーナーがいろいろ手を打ってるのは分かりました。そうそう、俺はやることやってるわけよ。殊勝な心がけだ。よくやっているな、長谷山。ああ、ケイ。留守にしていてすまなかった。君の顔を見られるのは無常の喜びだ。相変わらずジョーちゃんしか眼中にねえな。そうすることができたならどれほど幸福なことか。チーム W とチーム B を争わせているそうだな。勝手なことを。ケイ、オーナー相手だから。まあいい。この局面をどう乗り越えるか興味深くもある。ともあれ、君の元に戻れてよかった。ただいま。ジース、仕事とかマジだる。 PC で充電したい。ジース、ジース大吾、今日は本番でしょ。シャキッとしなよ。あんたさんはいつも元気すな。陽キャオーラまぶしすぎ。元気が取り柄だからね。よくうるさいって怒られちゃうけど。ほんとだよ、お客さんの前で騒ぎすぎな時あるだろ。え、ほんと？気をつけなきゃ。今日のフロアは無口キャラで行こうかな。無駄なことにカロリー割いてもいいことありませんぜ。ねえ、そんな。リンド、どうかした？良くないメール？ああ、ごめん。大丈夫。何でもないよ。そういや、あんたさんたち、チーム B でしょ。ちょっと聞きたいことあるんすわ。何？チーム B に関係すること？前に猫目っていたでしょう。ちょっと話聞きたいんすわ。え？猫目ってなんで？どうしてそんなことを？猫目のこと知ってるんですか？真珠リンド。どうしてって、あれ言ってなかったかも。俺が猫目のリアル弟だからですわ。
兄貴が急に姿を消したでしょう。それで探してるんですが。タイガー、猫目の弟なんだ。知らなかった。真珠、猫目のことは知っています。チーム P にいたから。でも1年前急にいなくなったんです。本当に急で僕たちも驚きました。連絡を取ろうとしたんですけど全然繋がらなくて。何か知ってるなら教えてほしいんですけど。黒曜に聞いてもらった方がいいと思う。最初期メンバーで親しかったみたいだし。そっちで話が聞けねえからあんたさんたちに声をかけたんすわ。黒曜が全員に猫目の話をするなって言ったみてえですね。でもあんたさんたちどうしてみんなそれに従うんです？なんかあったんすか？なかったとは言えませんね。実際に姿を消しているわけですから。でも本当に居場所は知らないんです。ごめんなさい。真珠、行こう。うん、フロアに出ないとお客様が待ってる。ごめんね、タイヤ。なんかしくったかな、あの反応。ごめんタイガー、猫目って誰？お兄さんだってのはさっき聞いたけど。ああそうか、夜行も最近入ったから知らないのか。兄貴、猫目は黒曜と一緒にスターレスに最初に入ったメンバーですわ。1年くらい前スターレスのオーナーが変わった前後にいなくなっちゃって。行方不明ってこと？そう、行方不明ってことになってるんすわ。俺はずっと探してて。俺がスターレスに来たのも兄貴を探すためってこと。そうなんだ。そういえば元オーナーと演出家もいなくなったって聞いた。一緒にいるのかそうじゃないのかもわからねえんですわ。手がかりゼロ。さっきの真珠とリンド、ちょっと様子がおかしかったね。気になるな、気になりすぎ。また改めて聞いてみるか。お騒がせしたっすね。蚊帳の外か。ちょっとチーム練習でね、ヒースがめまいで倒れちゃって。あ、ケイ、モクレン、あと、タイガー。すまないな、うるさくして。やあ姫、タイガーのことは放っておいていいから。扱い雑すぎ。ケイ、ヒースは大丈夫？心配ない、ただの貧血だ。今日はもう帰らせた。体力がないのに無茶をするから倒れる。自分の限界を把握しておけばいいのに。よかった、ごめん世話をかけて。まったくだ、おかげで走りに行きそびれた。お前もだぞタイガー、へばっててステージに立てるものか。ロードワークに出ていたらしいが、やりすぎて裏口で力尽きていた。邪魔だから拾ってきたんだ。もともと俺は頭脳労働者なんですって。ああしんど。知るか。モクレン、この後貴様は踊るつもりか？当然だ、私は踊るためにスターレスに。ついでに何か食っていこう。
今後、タイガ、チーム対決はどうだ？楽しんでいるか？あまり楽しいとは言えないよ。Kは案外、悪趣味だな。だいたい最後に引き金引いたの水木じゃん。俺とバッチリっすわ。そもそもは君がオーナーに殴りかかろうとしたせいじゃなかった？はいはい、悪うございました。俺はどうして君たちがオーナーに立てつくのかよくわからない。 K だってガンガンに噛みついてるじゃねえですか。 K はいわば GM だからね。ショーを仕切る統括と経営を仕切るオーナーとの対立は別に不思議じゃない。オーナーには経営責任があって、 GM にはショーの責任がある。俺たちとは立場が違うよ。あんたさん、割とそれ本気で言ってますよね。相手はオーナーだってのもあるけど、多少の暴言は聞き流しちゃえばいい。そりゃその暴言でえぐられない人だから言えることでしょう。所詮他人の言うことじゃないか。くだらねえプライドかもしれねえですけど、俺は捨てる気がねえんで。あんたさんが捨てるのは勝手ですけど、俺の気持ちを決められんのは腹立つ。長谷山も面白い対決を用意したと思わず感心しているところだ。ショーにやる気のないタイガと事なかれ主義の今後も対決が可能とはな。反体制側のタイガ、体制側の今後と考えればぶつからぬわけがない。いや、待っている。ここは俺より適任がいるからな。聞いて、いきなり後ろから蹴る。私はダンスバカだが、ただのバカよりは幾分かマシだ。いいか、ケイ、こんな雑事に関わらせるな。お前も蹴るぞ。心に留めておこう。今回の貴様の助力に感謝する。謝罪するくらいなら新しいショーの一つでもよこせ。手配しておこう。今までのルートが使えなくなったので少し時間がかかるかもしれないが。私が知るか。よう、ジョーちゃん、地味な対決だったな。タイガもコンゴもどうも華やかさが足りなくていけねえや。そうは思わねえかい？おっと、怒らせちまったかな。ちょっとした冗談だよ、冗談。正義感強いじゃないの。そういう生意気な女の子も嫌いじゃないぜ。オーナー、来てたんですか？よう、今後、ちゃんとジョーちゃんのボディーガードやってるか？いえ、その今のところはそんなに。そういう局面が来なくてよかったです。なんだよ、頼りねえな。しっかりしてくれよ。おい。はあ、すみません。おいおい、なんだよその態度。オーナー様だぜ、挨拶くらいしやがれ。どうも。態度の悪い従業員だな、おい。これでクビにできねえってんだからな。おっと、コンプラコンプラ。まあいい、少しくらい譲ってやるさ。兄ちゃんと連絡取れなくて寂しいんだろうしな。オーナー、うるせえよ。もう死んでんじゃねえの？そうじゃなきゃ
お前と連絡取りたくないんだろうさ。うるせえって言ってんじゃねえか。タイガやめろ。やっちまった。なんだ、役に立つじゃねえかてめえも。でお前だよタイガ、仮にもオーナーに手を挙げやがるか。調子くれやがってこの野良犬が。人の殴り方を教えてやるぜ。一発じゃ気が済まねえな。もう一発いっとくか。やめてくださいオーナー。うるせえんだよ。タイガを止められなくてすみませんけど。うるせえって言ってんだよ今後。邪魔すんな。先に手出したのはあいつだぜ。やられる覚悟もあるってことだろ。何、ちょっと箔をつけてやるだけだよ。顔にあざなんて勲章だよな。おっと、嬢ちゃん、邪魔しちゃうわけ？いや、かっこいいなあ、あんた。そこの二人よりよっぽどいいぜ。何してやがるてめえ。タイガ、大丈夫か？殴られたのか今後。ふざけんなよこのクソジジイ。チンピラどもが集まってきやがった。ほんとうぜえなてめえら。言っとくがな、先に金剛を殴ったのはそこの野良犬だぜ。この嬢ちゃんと金剛が証人だなあ。先に殴ってきたのは誰だ？それは確かにタイガですけど。それは本当っすわ。俺が先に手出しました。さあせ、やめろ水木。邪魔すんな。そいつが金剛を殴った。だから俺が殴ってやる。俺の目の前で身内を殴る宣言とか、お前頭おかしいな。俺がやらせると思ってんのか。邪魔するならてめえもぶっ飛ばす。やってみろよクソガキ。代わりにてめえを沈めてやる。何をしているんですか。本番直前ですよ。うん、今日がそがれたわ。付き合ってられるか。こんな時に電話とか誰だよ。まったく。あとは勝手にしろ負け犬ども。ショーでもやってろ。てめえに言われるまでもねえよクソが。おいタイガー、やれるか。まあやれんじゃねえですかね。いい面構えしやがって。行くぞ、気合入れろ。行きましょう、ステージが始まる。おいリンド、今病院から電話があったんだけどよ。お前の姉ちゃん危篤だってよ。なんですって。危篤だよ危篤。言ってやらなくていいのかよ。
姉さん。おうおう、走っていっちまいやがった。どいつもこいつも難儀なこった。